私の前に突然現れたのは、甘くてクールでママレードみたいなやつだった。私たちシェアハウス借りて6人で一緒に住もうと思ってるの。は？両親がまさかのパートナーチェンジで再婚。なぜか同い年の優と一緒に暮らすことに。親が自由すぎると子供は苦労するよな。優くん、ちょっとミステリアスで魅力的じゃない？好きになっちゃダメよ。お前らの両親ぶっ飛んでんな。何かあったら言えよ。おいしいだろ。ずるいよ、危ないから入れるしかないじゃん。そこを狙ったんだよ、ミキ。好きになる気持ちが止められないっていうのは分かるな。恋しちゃってるんだね。どうして私にキスしたの？ミキごめん、特別な感情がなくなった。俺はずっと好きだったんだ。俺と付き合ってくれ。私の中では終わってないの。どんな結果になるにしてもちゃんと気持ちに整理つけた方がよくない？全世代がときめいた最高傑作ラブストーリー。私が好きなのは、いつも悔しいぐらいドキドキさせられるのは。君へのラブレター。ママレードボーイ。